んにちは、かほです。今朝の7時です。本当にね、起きたてなんですけれども、ちょっと喉がエアコンでやられてしまいました。これから私、支度をして出勤するんですけれども、今回は私のこう朝のルーティーン、モーニングルーティーンってやつですね、をちょっと皆さんに見ていただけたらなと思います。ごめんなさい、本当に朝起きたばっかなので、ちょっとここら辺もちょっとピヨンって寝癖とかだし、もうグレーのこのパーカー、すごい生活感ある寝巻きなんですけど、はい、それでは行ってみたいと思います。まずやってきたのは洗面台のところですね。パックをしていくので髪の毛をこう上げていきます。自分でも笑っちゃうくらいのね、髪型なんですけど、はい、ゴムは100円ショップで買いました。パックをしていくんですけど、私朝は洗顔しません。めんどくさいのもあるんですけど、なんか肌にいいらしいです。手についたパックの液体は首にね、こうなじませます。次は歯を磨いていきます。歯並びがいいというコメントをよくいただくんですけれども、私高校の時に歯をね、2本抜いて矯正してます。歯がね、ちょっと出てたのがコンプレックスだったので、親に頼んでね、矯正させてもらいました。はい、そんなこんなで歯磨きが終わったので口をゆすいでいきます。歯磨きが終わったらパックを取っていきます。ちょっともったいないので、こう首につけて少しでもね、元を取ろうっていうね、はい、これ作戦ですね。パックが終わったので髪のゴムも外します。もう首のパックも取っちゃいます。この後メイクしていくんですけど、メイクする前に着替えます。今日は社外の人とミーティングがあるので、ちょっとね、かっちりした服装です。それではメイクしていきます。まずは日焼け止めクリーム、サンカットのゴールドを使ってます。もう残りが少ないのでね、ちょっとフリフリして最後の最後まで使います。ケチじゃなくてね、倹約家ということです。はい、日焼け止めを顔全体になじませます。そしたら次はファンデーションですね。実は私は母親と同じファンデーションを使ってます。ちょっと 5,60 代の方が使うやつなんですけど、まあ母親がそれをくれるのでそれを使うという感じです。本当にちょっとお化粧とか疎いんですよね。なのでいいアイテムとかあれば教えてください。ファンデーションが塗れたら、次はね、粉おしろいを顔の表面に塗っていきます。化粧崩れ防止の役割ですね。で、次はチークですね。これも結構適当ですね。チークが終わったら眉を整えます。私はもともと眉が濃くて前髪で隠れちゃうので、結構ね、眉毛は適当かもしれないです。お化粧は終わったんですけど、ちょっと寝癖がついているので整えていきます。最後は櫛でこんな感じで全体をきれいにしていきます。片方の髪を耳にかけて完成ですね。グー。全体の雰囲気はこんな感じです。はい、では次はご飯の準備をしていきます。今日のメニューは目玉焼きとハムですね。フライパンに火をつけて油を注いでいきます。卵を割っていきます。はい、上手にできました。今日のね、メインはこの明宝ハムなんですよ。これ岐阜のメーカーのハムで、お正月に実家からもらってきたやつです。予想以上に油がちょっと跳ねたので、キッチンペーパーでね、一瞬蓋をしました。はい、それではハムをひっくり返していきます。めっちゃいい焼き目がついてます。
私朝はね結構簡単に済ませちゃいます。もうほぼほぼ完成の状態ですね。味噌汁の気分だったのでインスタントの味噌汁を作っていきます。目玉焼きとハムはこんな感じです。美味しそう。ではお皿に盛り付けていきます。はい、ご飯が盛り付けられました。インスタントの味噌汁にお湯を注いで完成です。多分ね10分も調理時間かからなかったんじゃないかなと思います。すごく手早く作ってますね、いつも。はい、では食べていきます。いただきます。まずはね、味噌汁からですね。これは具がたくさん入ってるタイプのやつなんですけど、本当にね、これが大好きなんですよね。ご飯が水の量が少なかったのか、ちょっと硬くなっちゃって、喉に詰まりそうになりました。はい、こちらが明宝ハムですね。焼くとね、ジューシーで本当に美味しいんですよ。岐阜に行った時にはぜひね、食べてみてほしいと思います。はい、目玉焼きはご飯にオンします。味噌汁とハムの塩気があるので今回は何もかけませんでした。黄身がトロットロで本当に最高です。朝ごはんは私パンより断然ご飯派ですね。ご飯を買って出社する時もあるんですけど、その時は絶対におにぎりを買っていきます。いつもの大きい一口。はい、そんなこんなで食べ終わりました。はい、食器を洗います。まだ出社まで時間があるのでパソコンで調べ物をしたり編集をしたりします。出社時間はすごーく緩くて12時までに出社すればいいんですよね。なので私はだいたい10時から10時半くらいの間に行きます。そろそろ時間なので準備します。イヤリングつけます。これもね、そんな高くないです。300円くらいだったかな。これはリップグロスって言うんですかね。これはおばさんからもらったやつですね。このハンドクリームももらいものです。イソップっていう結構ね高いやつらしいです。コートもここで着ちゃいます。首のところもちょっと丸くて可愛いんですよね。ではもうほとんど準備完了です。首元が寒いのでマフラーをします。カバンにポーチを入れて準備完了ですね。忘れ物とかがないかちょっとチェックして家を出ます。スニーカーで出社する日もあるんですけど、この日は5センチのヒールです。はい、はい、行ってきます。え、ちょっと待って痛い痛い痛い。はい、今回は私の平日朝のルーティーンをお見せしました。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。